あ、まあでもそれは保坂からも聞いてるけど。うん。普通ないな。え、どういうこと？携帯から店。あ、そう。じゃあ、うちのこの編集部から電話してもそっちは通じないの？ならないの？ちょっと待てよ。じゃあ、携帯の機種によって繋がったり繋がらなかったり、いろんなことがあり得るわけか。ならない。外からかけるとそこならないの？そしたら電話の意味ないね。じゃあ、とりあえず、管理側、デックス側にちょっと電話の調子がおかしいって報告。あ、そう。内線だったら喋れる。どこと喋る？内線ってどことどこを指す？どこの事務所？デックスの事務所？で、デックスさんとは喋れる。でも、外部からは喋れ、外部とは喋れない。なんでそうなるの？あ、そう、俺も後でかけてみるけどさ。じゃあ、困ったね。それぐらい？ああ、じゃあ、あ、そう、じゃあ、外部から完全に遮断されてるわけだ。ああ、あるね、決済のやつ。あれもやられた？呪い面が来てからパソコンと電話と、カードの決済機に全部に影響が出てるってこと？あ、そう。困ったね、そりゃ。わかった、ちょっと。わかった。じゃあ、ちょっと待て。とりあえず、まず、危機的な問題に理由があるのか、回線的な部分に問題があるのか、管理側と協議して。で、ほんで、パソコンのデータは今日中に外部ハードを逃がして。じゃあ、とりあえず後でまた指示は出すわ。はい、了解。